タム級6回戦を行います。赤コーナー8戦3勝 2KO 勝ち、3敗2引き分け、122パウンド、尼崎所属、白井浩太。青コーナー7戦4勝2敗1引き分け、121パウンド2分の1、政権所属、岡田総平。ジャッジ川上淳、同じく福地裕二、同じく原田武雄、レイ坂本翔吾、はい、スカイエースポーツプラスがお送りしていますボクシング中継スーパーファイトボクシング、アルカイックホールオクトからお送りするのはスーパーバンタム級の6回戦、赤コーナー尼崎ジム白井浩太、青コーナー政権ジム岡田総平です。試合開始のゴングです。強烈な左のフック、その後にボディに入れていきました。青コーナーの岡田です。近戦強烈なボディの音がこだましています。上下の打ち上げです。青コーナーの岡田、岡田はここまで7戦4勝、ただ KO 勝利はありません。一方黒のトランクス、そして赤いグラブ、赤コーナーの白井は8戦3勝、うち2つの KO 勝利があります。ともに早い今日出し合いながらの立ち上がりとなりました。ボディを狙います白井です。はい、下上下上、赤コーナーの白井浩太、尼崎ジム所属、8戦3勝をマークしています。和歌山県出身です。2003年の5月にデビュー、そのデビューした場所がここアルカイックホールでした。ただその時には残念ながら4ラウンドで KO 負け、今日はこの悔しいデビューを果たした場所で再び勝利を挙げることが今度はできるか。ただ最近の5試合では2連勝中です。トレーナーからは頭の位置と肩の振りをしっかりとするように指示されているそうです。黒のトランクス、赤コーナーの白井浩太です。軽く右にヒットさせました岡田です。一方政権ジムの岡田総平、こちらは7戦4勝マークしています。兵庫県出身です。2006年の3月にデビュー、プロになる前には高砂チームで練習もしていたそうです。その地元三谷正幸選手を尊敬している岡田総平です。デビューから4連勝だった岡田ですが、その他引き分けを1つ挟んで現在連敗中です。岡田は相手の試合に関してガンガン前に出てくる、そこを合わせずに行きたいと、相手のペースに逃れないようにしたいと話していたのは青コーナーの岡田です。ただ岡田も1ラウンド目から KO を狙うと話しています。相打ちです。第1ラウンド残り30秒を切っています。角度をつけるのボディです。赤コーナーの試合です。前に出ます赤コーナー白井、そこを返していったのは岡田。第1ラウンドが終了しました。スーパーバンタム級の6回戦です。赤コーナーは尼崎ジムの白井浩太、ここまで8戦3勝2つの KO 勝利があります。現在26歳、身長169センチ、和歌山県出身です。2003年の5月にデビュー、右のファイターです。自身の PR ポイント、左のボディと話してくれました。一方青コーナー政権ジムの岡田総平です。7戦4勝、 KO 勝利はありません。兵庫県出身、2006年の3月にデビュー、現在22歳、身長173センチ、こちらは右のボクサーファイターです。デビューから4連勝、
その後引き分け1つ挟んで現在連敗中です。尊敬するボクサーは三谷正幸選手と話している岡田総平です。ラウンド第2ラウンド開始のゴングが鳴っています。第1ラウンドではお互いの速いボディをそれぞれフックで攻めるシーンがありました。離れ際のパンチです。岡田、いいボディです。もう一つ左のボディ、左2つから右、そしてワンツースリーフォードまとめていって岡田一瞬の隙を突いて岡田の連打がありました。あそこ負けじとアッパーなどで下に前に出る。左クォーターは得意が左ボディと話していましたが、しかし岡田も左のボディしっかりと試合に放ちます。右のストレートです。顔面を軽く捉えました。スーパーバンタム級の6回戦、ファイターの白井光太が前に出る。下がりながらも機会を伺っている岡田です。お互いに激しく第1ラウンド同様ボディを打ち合っています。右、そしてボディから画面への打ち分け、いろいろな角度からのパンチを見てくださいと話していた岡田。その岡田のボクシング、岡田が多彩な角度からパンチを出します。さあちょっと苦しいか、白井下がる、白井も返しているんですが、しかし岡田が主導権を握りつつあるか。この第2ラウンドです。前に出る白井、徐々にですがお互いの出方が随分と頭にインプットされてきたようです。白井と岡田、残り10秒切っています。第2ラウンドに入っています。スーパーバンタム級の6回戦、白井と岡田、岡田が前に出る、白井が前に出たところで第2ラウンド終了です。第3ラウンドに入っています。スーパーバンタム級の6回戦、ボディから画面へ、お互いに外側から回り込むようにしてパンチを放っていく白井と岡田。第2ラウンドでは岡田のいい連打がありました。ここは第3ラウンド開始からまず白井が先手を取ります。ボディから顔面へと返したんですが岡田、しかし白井が前に出る。
得意の左ボディです。白井ガードの上からパンチを出しました。岡田また左ボディです。得意のパンチをどんどんと出していく白井です。今度は右からの打ち下ろし、第3ラウンドでは白井が前に出る、そして岡田ちょっと後手に回りつつあります。じわりと前に出る白井です。得意の左ボディが随分と多くなっている白井コータのこの第3ラウンドです。ボディから画面へ時計の連打を見せるか岡田、ここも左右の打ち分けを見せました白井コータ。ただこの第3ラウンドでは白井の手数が随分と上回っています。ボディからそして右ストレート顔面を捉えました岡田、しかし緩むことなくまた白井が前に出ます。スーパーバンタム級の6回戦白井コート対岡田総平、計6ラウンドで行われていますが折り返し第3ラウンド前に出る白井、そして下がる岡田、第3ラウンドが終了しています。第4ラウンドに入ります。スーパーバンタム級の6回戦白井コート対岡田総平、ここから後半戦です。まだお互いにダウンはありません。第2ラウンドでは岡田のいい連打がありました。第3ラウンドでは白井がとにかく前に出て、そして先手先手のボクシングがありました。お互いにまだ手綱を引っ張り合っている、そんな様子を伺います。白井と岡田、顔面を中心の連打です。岡田の左ボディを放ちます。白井です。ボディを中心に、ただ左フックで返しました。岡田ボディから顔面へ、さあ得意の岡田の連打か、いろんな角度からのパンチを見てほしいと話していた岡田、その連打を出す機会を伺いながらの岡田のボクシングです。こう白井はファイターらしくとにかく前に出ます。上半身を振ってトレーナーの指示通り、そしてミナッパー、お互いが駆け引きをしながらの中盤になっています。得意の左ボディを出します。白井です。
よく捉えました岡田。ガードしながら機会を伺う岡田、そして攻め寄る白井です。近い距離でのボディの連打、白井です。得意の左ボディを2つ放ったところ、嫌がった岡田がそこに返します。第4ラウンドに入っています。スーパーバンタム級の6回戦、この第4ラウンドも残り時間が今30秒を切りました。白井と岡田接近戦になります。ああ岡田が連打をまた出すか、ただそうはさせません白井です。白井が前に出ます。第4ラウンド終盤終了間際、前に出る白井、そして下がりながら機会を伺う岡田、その形勢のまま第4ラウンド終了です。第5ラウンドです。スーパーバンタム級の6回戦、まだお互いにダウンを奪っていません。前に出る白井、そして下がりながらも時折連打で相手を苦しめる岡田。両者にとっていかに有効なポイントを掴んでいくか、白井と岡田です。ただお互いにボディへ、そして顔面へと定規の打ち分けをしっかりとこなしながらの白井と岡田のボクシングです。ボディから顔面へ、左でダブル、そしてトリプルと放つことができる岡田。多彩に攻めています岡田です。近い距離からビッグアッパーを出しました白井です。しかしすぐさま返した岡田、画面を捉えよう。ちょっと岡田が体勢を崩した瞬間に白井が前に出る。お互いのスタミナの消耗も随分なものになっていますが、白井と岡田コンクラブのようなボクシングになってきました。白井と岡田です。スーパーバンタム級の6回戦です。ガードの上からパンチを出します岡田です。近い距離で返します。右のストレート、顔面を軽く捉えました岡田。第5ラウンドも残り時間5分の中でまた岡田の連打が出ます。岡田がひとたび連打パンチを出しますとボディを中心にその後顔面へと定規の打ち分けがあります。ただここは白井が得意の左ボディを放つか、またボディから顔面への攻め岡田、右のアッパーを出す。ただ
お互いにまだ完全に仕留め切ることができません。第5ラウンドも残り10秒を切りました。白井コート対岡田総平、終盤に入っています。第5ラウンド2つアッパーを出したところで白井、しかし残すラウンドあと1つ。第5ラウンドが今終了しました。最終第6ラウンドに入ります。スーパーバンタム級の6回戦、残すラウンドこの1つのみ。白井光太対岡田総平です。まだ完全にお互いが主導権を握りきれていない中で、ダウンもお互いにまだありません。白井と岡田です。第1ラウンドからとにかくファイターの岡田、白井が前に出て、そしてそれを迎え撃ちながらも時折隙をついての連打があった岡田です。右のストレート、一つフェイントを出しての岡田のボクシングでした。ここは前に出ます。岡田近い距離で面のフックを出す。ワンツー、顔面をまた軽く捉えたが岡田、ここも岡田が相手の顔面を軽く連打で捉えました。冷静に相手を見ています。岡田総平です。一方ここまで3勝マークうち2つの KO 勝利がある白井ですが、しかしなかなか前に出るも岡田を完全に仕留めることができません。お互いがボディ顔面へと上下をしっかりと打ち上げています。右のストレート、岡田総平が軽く顔面を捉えました。白井の顔面を捉えます。今度左のフック、とにかく接近戦で接近戦でと前に出る白井。距離を取ります岡田です。最終第6ラウンド残り1分を切りました。白井と岡田、前に出る白井、下がる岡田、岡田も連打で行きたいところですが、そうはさせない白井です。お互いの手数五分と五分、スーパーバンタム級の6回戦、白井と岡田それぞれのコールが増えてきました。人情で交錯しています。白井と岡田、さあ接近戦、それに臨むばかりと岡田が前に出る。さあこの試合で初めてと言っていいでしょう、岡田が前に出ます。残り時間が少ない中で岡田、この少ない時間に勝機をかける。ああ接近戦は望むところだ。白井、白井が前に出る。お互いが激しく打ち合います。残り10秒を切る。スーパーバンタム級の6回戦、白井と岡田、最終第6ラウンド、お互いが激しく打ち合って、最終第6ラウンド終了のゴングが鳴りました。試合は判定です。ガッツポーズを作ったのは青コーナーの岡田総平。岡田と白井、試合は判定となりました。タイプの違う2人の一戦、それでは判定です。採点の結果発表いたします。ジャッジ川上純59対57、白井光太。
ジャッジ原武雄59-56、岡田総平。ジャッジ福地雄二59-57。以上2-1の判定により勝者赤コーナー白井へ。尼崎ジム白井康太、自身4勝目をマーク。判定の結果は2-1、岡田総平を下しました。前に出続ける自身のボクシングのスタイルを貫いて、岡田総平を破っての自身4勝目です。放送席会場の皆さん、見事勝利されました白井選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを聞かせてください。頑張りました。最後の最後はもう接近戦、打ち合いになりました。頑張ります。最後はコールがすごかったですね。聞こえてましたか？ありがとうございました。これからも頑張ってください。おめでとうございました。白井選手でした。自身これが9戦目、4勝目をマークしました。岡田総平を下した白井康太が勝利しています。